こんにちは、小木一樹です。今日はメディア論の中からいくつかの理論を紹介したいと思います。今日紹介する理論の一つは、議題設定効果です。マスメディアであるとか、ウェブメディアを通じて、私たちは様々な議論をしますね。で、メディア論が誕生した際には、そのメディアの影響というのは、とても大きなものだというふうに考えられていました。例えば、人に注射を打って、その注射の反応がすぐさま現れる。その注射を打たれたならば、その反応が何かしらの仕方で出ざるを得ない。そうしたような、その非可注射型モデルと呼ばれるような考え方が、メディア論の前提には当初ありました。メディア、当時のメディアというのは、例えば新聞であるとか、あるいはラジオ、そうしたものからいろいろなメッセージが届いてくると、それを受けて人というものが、ある考え方に染まっていったり、ある行動を取らざるを得ないような状況に追い込まれていく。それだけメディアのメッセージは強力なのだ。というような意味付けというものがなされていたわけです。こうした初期のメディア論の考え方は、後に強力効果論というふうに言われて、メディアは相当に強力な力を持っているんだというふうに理解されていました。しかしながら、メディア論というのはその後様々な議論を経ていきます。メディアの役割というのは意外に限定的だよ。人々はメディアの意見を真に受けるわけじゃないよ。そうしたような観点に立った限定効果論。いや、実はある観点から見ると、メディアというのは相当に強力な効果を発揮するというようなことで、このメディア協力論を、さらにアップデートしたようなものというものが出てきたりもしています。結局、メディアの影響は強力なのか、それとも限定的なのか、この論争には終わりがないように見えますが、こうは言います。少なくとも一定程度強力に発動する条件があり、ある場面においてはその影響力は無視できない。であるならば、その影響力のパターンを適切に読み解いていこう。それこそがメディア論だ。というふうに考えることができるんですね。今日紹介しているこの議題設定効果というのは、このメディア論の中でも一つの到達点となっている理論だというふうに言えると思います。どういうことかというと、マスメディアは、例えば簡単に人々の意見を変えることは難しい。一回メディアに触れただけでは、その視聴者の意見が変わるということはあまり考えられません。もちろんそこに余裕面人が出ていて、繰り返し同じ意見を述べ続けていくと、あ、それは確かにそうかもしれないなというふうに思うことはあります。ただ、それ以上に重要なのは、マスメディアは議題設定の効果を持っているということ。議題設定というのは、これについて話し合いましょうという論点提示においては、マスメディアはとても強力な力を持っているんですね。例えば、森友学園問題をどう思うか。でコロナ対策をどう思うか、築地市場の問題をどう思うのか、あるいは中東で起きている出来事、海外で起きている出来事、北朝鮮に対してどう向き合うか、いろんなニュースが報じられます。そうしたニュースに対して人々の向き合い方というものはそう簡単に変わるものではないかもしれません。私の意見はこうである。テレビでああ言ってるけれどもあれは違うよな、というふうに距離を取って見ている方も多いと思います。でもメディアというのは議題設定効果がとてもある。なので、メディアが今はこのテーマを話すべき問題ですというふうに設定したならば、それに賛成するか反対するかに関わらず、多くの人たちがその議題に乗っかっていくんですね。英語で言うと、アジェンダセッティングパワー。アジェンダ、議題を設定する力がマスメディアにはあり、それに対して反発するにせよ何にせよ、多くの人たちがその議題設定の力に巻き込まれていくわけです。なので、例えば最近テレビでこの話ばっかりやってるけどつまらないよね。というふうに反応している時点で、その議題設定効果というものがあまりに強力だということを示しているわけですね。こうしたマスメディアの議題設定効果というのがとても重要である。この観点から様々なテーマを考えることが必要になります。例えば、本来は取り上げられるべきニュースが他にもあるにもかかわらず、テレビでは芸能人の色恋沙汰ばっかりやっているとか、今度のドラマこれが楽しみですねっていう番宣ばっかりやっているとか、あるニュースを取り上げるにしても、例えば国会で今議論されていることがあまり取り上げられず、一方で政治家が何という発言をしたかっていう表層の部分だけが議論されている。そうしたようなことというのはあるわけですね。そうしたような何を取り上げて何を取り上げないか、こういったようなところにも議題設定効果というのは発揮されるわけです。で、世の中には意図的に情報操作をする存在というものがいるわけです。情報操作のことをスピンと言い、情報操作をする人のことをスピンドクターというふうに言います。なのでしばしばメディアが何かしら大事なニュースを伝えていないときには、ああ、メディアがスピンを行っている。あるいは政治家がスピンを行っているんだ。このような芸能スキャンダルが今報じられたのは、政治家が都合が悪いことを隠したいに違いない。そうした陰謀論が出ることもあります。で、この陰謀論が全部正しいかどうか、間違ってるかどうかは分かりません。分かりませんが、その真偽が分からない段階で陰謀論に飛びつくよりは、議題設定効果に着目する方が有意義なんですね。どういうことかというと、報道関係者の意図や政治関係者の関与の実態は分からない。
けれども、確実にそのような報道が多くなされていることによって、大事な報道の優先順位が下げられている。そのこと自体を批判するということは、陰謀論によらずともできるわけです。またメディア関係者は、本当にこのニュースがトップニュースなんだろうか、このニュースを1週間丸々何時間もやるようなものなのか、そうしたことを考えながら報道や放送を作っていくということが必要になるんですね。ただこの議題設定効果、じゃあマスメディアが一方的に議題設定できるのかというと、必ずしもそうじゃないということも指摘されています。マスメディアが議題設定をするんですが、その議題設定に多くの人たちが乗らないということもあるんですね。よくマスメディアの世界では、例えばその海外のニュース、例えば中東情勢とかアフリカの情勢などは数字が取れないというようなことがよく言われたりします。それでも、例えばニュース23という番組のキャスターだった筑紫哲也さんは、生存最低視聴率というものを設定して、視聴率が一定程度以下に下がらないのであれば、やっぱり大事なニュースは数字が下がっても取り上げるべきだというようなことを述べていたりするんですね。そうしたようなスタンスに立って中東情勢であるとか沖縄の問題などを報じ続けたというような観点もあります。でも、こういったようなその思いというものを抱かず、例えばスポンサーの意向であるとか視聴率というものだけを気にしていった場合は、この議題設定効果というものはマスメディアが一方的に設定するものではなくて、視聴者の反応などによって左右されるということもある。つまりメディアはそれなりに強力ではあるが、メディアが議題設定すればみんながそれに乗るわけではない。議題設定した中でも乗るもの乗られないものというのがある。そうしたようなものもあるため、マスメディアが一方的にパワーを発揮するものではないということも理解することが必要だと思います。この議題設定効果、このテーマに着目することで、メディアのニュース配信の意味付けであるとか、あるいは影響力、あるいは優先順位のあり方など、さまざまな点について議論することができます。ぜひ皆さんもメディアの議題設定効果に着目をして、今後のニュースチェックしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。